浅川油田は長野県長野市浅川にある油田。日本で最初に商業生産が行われた油田である。石油井戸後浅川油田の石油採掘は少なくとも江戸時代中期まで遡り、1753年に国学者の瀬下義忠が表した筑区の政子が文献への書室である。新興寺村や段田村に油性があり、粘性が高く質も悪いため、 コタ油と呼ばれていたが、近隣では唯一の油田であった。1847年の善光寺地震では天然ガスが噴出し、一帯は新地獄と呼ばれた。1871年、水内郡桑名川村の石坂修造は、日本初の石油会社とされる長野石炭油会社を東京府神田に設立し、この地で石油の商業生産を開始した。 日本初となる石油生成所は、妻か村伊守道町のカルカや三世三寺境内に置かれ、シャリ新工寺村の油性から荷車や馬で原油を運んだ。設立翌年に新設備を導入するも、生産量は思うように増えず、5年後には製油所が消失するなどし、1881年に長野石油会社は倒産する。その後は、 工場の燃料などに細々と利用されてきたが、1973年に採掘を終え、204年の歴史に幕を下ろした。2011年現在は、浅川ループライン進行時、ループ橋の下に、石油井戸のみが残されている。県内には他にも飯山市、富倉などに油田があったが、油性が残るのは、ここが唯一である。ありがとうございます。